特集です。都内のシンクタンクが1世帯あたりの所得や資産状況を私鉄沿線別に集計した結果を発表しました。それによりますと、リッチな住民が日本で一番集まっている私鉄沿線はこのようになりました。こちらのフリップです。はい、世帯あたりの年間所得のトップは京王井の頭線、2位から4位が東急線、5位が小田急小田原線です。はい、一方世帯あたりの金融資産はこちらです。1位は変わらず京王井の頭線、ただ2位以下の路線は高所得の沿線とは異なる沿線となっています。この私鉄沿線を歩いてみました。ここは日本で最もリッチな人々が集まっているという結果の出た京王井の頭線の浜田山駅近くです。どんな街なのか歩いてみましょう。日本一リッチな路線は野村総合研究所が国勢調査や総務省の家計調査、市町村別の課税所得などの複数の統計に自主調査の結果を交えて推定しました。京王井の頭線は渋谷と吉祥寺を結んでいます。浜田山や西永福などの住宅地では駅から少し歩くと大きな構えの家々が目立ちます。それはあるかと思うんですけどね、戸建てのうちも敷地も大きいです。小学生で、なんていうんですか、公立以外のところに行ってらっしゃる方がやはり多いっていうのは感じてますけれども、はい、住んでみると実際はとても商店街とか小さいお店が多くて庶民的で住みやすい街ではあると思うんですが、リッチな街っていう感じはしませんですね、はい、感じ方はそれぞれのようです。一方、所得は高くランクされたものの保有する金融資産では低かった地域も見られました。その一つが東急田園都市線です。所得は4位でしたが金融資産ではトップ10に入っていません。逆に京成押上線は所得ではランク外でしたが資産では9位に食い込んでいます。この違いを野村総研では生産年齢人口比率や持ち家比率の違いから分析、それぞれ若い世代が集まる路線と資産を築いた世代が住む路線という特徴を見出しています。いわゆる下町の地域、ずっとそこに住んでらっしゃる、江戸っ子と言われるような方々がたくさんいらっしゃって、山手と、あまり変わらないぐらいのですね、ストックの資産の水準があるということが分かったのは一つ発見でした。なるほど。下町に関しては多分今と同レベルぐらいをキープして、で逆に山手エリアに関してはもっとさらに右肩上がりというかですね、上昇カーブを描いていくんではなかろうかというふうに個人的に思っております。あと勢いのある路線、落ち着いた路線、住めば都と言いますが、あなたはどちらに住みたいですか？この調査結果を見てみますと、ランキングの上位は角田さん、山手線の西側に集中したようですね。そうですね。東京は地形的に見るとね、西の山手、東の下町っていう地形なんですよ、はい、だから西高東低の傾向がこの調査とも出ましたね。で西の私鉄はね、戦前から各社がね、沿線イメージを上げる努力をしてきたと思います、はい、で例えばね、ポイントは大学の誘致、それから高級住宅街の開発、から遊園地の開設で、東の施設はね、でもこれ私のふるさとなんですけどね、はい、これもやっぱりね、ざっくばらんで飾らない良さ、伝統の祭りも多いでしょ、はい、だから今回の調査で測ることのできないね、それぞれの沿線の良さっていうのもあるんじゃないかっていうのは私の感想です。人情っていうのは数字にならないですね。ならないですね。そうですね、はい、雑誌などで住みたい街ランキングっていうのをよく見かけますけれども、実際に住んでみての満足度っていうのはまた違うというような話も聞きますからね。